テレビ朝日開局55周年記念、何でもクラシックに出演する宮田大です。2月7日のチェロは歌うで、チェロの魅力を存分にお伝えできればなと思っております。チェロは素敵な楽器なんですよ。普段は競奏曲などクラシックの作品を中心に演奏していますが、今回は特別に映画音楽やアニメなどの曲を演奏したいなと思っております。 チェロは人の声に近い楽器だと言われています。なのでオペラのアリアにもチェロで挑戦してみたいなと思っております。五十五歳以上の方は五百五十円でお財布にも優しいコンサートもあるんです。それも日本の代表する演奏家が出てくるんですよ。池袋東京芸術劇場の周りにはたくさんおいしいお店があるんです。 おいしい食事でお腹もいっぱいさらに音楽でも心も満足ちょっとお出かけにぴったりですね東京芸術劇場でお待ちしています